会だとやっぱりじゃれようとするね。他のはまたシャオもいったか。はい、はいはい、それ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 、はい、よしりよしり、はい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 。一回では楽しそうだよ。自分になったはずだね。はい。はいはい。はいはい。はいだね、顔の近くに来ると怖いのか。はい、あんずちゃん、もうかれこれ1ヶ月以上にわたってですね、あんずちゃんがケージに戻りませんので、このケージ、最近ではですね、みんながこの上に登って、日向ぼっこをするような場所になっています。時々2階も使っていますが、それだったらですね、スギニャンの方がいいかということになりました。これ、今日もう解体しようかな。そして、早いうちにスギニャン出しちゃいましょうということになりましたよ。アンズちゃん、アンズちゃんは外だけの部屋猫になりますね。まだ組み立て途中なんですけれども、皆さんお待ちかねだったんでしょうか。ジャン君とポンちゃんは早速もう登っています。低いなって思ってるでしょ今組み立てるからね。はい、割と簡単に完成しました。もうベテランになりましたね。スギニャンの説明書に簡単に組み立てと書いてあったのが今実感できました。初めの頃はですね、どことどこを組み合わせるんだみたいなことをやってましたが、この数字はもともとついてたやつを剥がしちゃったので自分でつけたんですけれども、数字を合わせるだけで組み立てられます。はい、カオリンちゃん、あなたも外に出るとここに遊びに行けますよ。あんずちゃん、おいで、おいで、あんずちゃん、はい、よしよ、いいの？いいのか。はい、じゃあ、かおりん、シャイを取りましゅ。はい、かおりん、かおりんちゃん、はい、どうぞ。はい、ご飯だよ。はい、ご飯でしょ、よかった
で食べるの？いい。まあいいさ。そこだとちょっと馴染まれないんだけど。